こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は逆転オセロニアやっていきたいと思います。ダイス。最近ね、やってるゲームなんだけど、オセロだけどオセロじゃなくて、オセロがベースのオセロが進化したゲームになります。ルールはオセロがベースになってるので、誰でも簡単にプレイできちゃいます。ということで、私でも簡単にプレイできるオセロニアなんですが、今回はコードと2人で対戦していきたいと思います。2人でデッキコストを合わせて対戦するんですけど、負けたら動画の最後に顔出ししようと思います。最近ね、やっと勝てるようになってきたので、負けないからね、多分レッツゴー。対戦を申し込みます。チャキン。私は紙デッキを使っていて、コードはマデッキなんですよね。で、ちなみになんですけど、コストは145に合わせました。 HP アタックはこんな感じで、私 S ランク1体なんですが、相手は2体いるんだよね。怪しい感じが漂ってるもう絶対負けない、頑張る。他のゲームだったらよくたまに、本当にたまに勝てるみたいな感じだけど、オセロベースだし、ちっちゃい頃からオセロやってるし、いけるようになってきてるし、多分大丈夫だと思います、きっと。はい痛い、最初からだ。で、先攻後攻は、私が後攻でした。どこに置こうか、とりあえず隣とかに置きたくない離しておいてみて様子を見たいと思います。でね、アタック受けちゃうことが多いので、回復系ができるキャラクターを何体も入れてるから、何かあったら回復して、もう自分の HP を上げていこうと思います。うん、次どうしよう、ここでいいかな。なんか上の、一番上の段の横が怪しい感じになってるから、そっち行きたくないんだけど行きたくないんだけど、角取りたいよどうしよう、悩んでる。いや、悩んでないのかな。違う、回復と、いや、703まだ大丈夫だよね。私のターン、どうしよう、回復系になっちゃってるから、うん、アタックちょっと高めのこっちの子で、赤いところに置くといい感じ、つながって、よし、追撃回復やった。これなら大丈夫でしょう。 HP 差はまだあるし、大丈夫だと思うな。痛い、1555。うわー、どうしようかな、いっぱい返せるところにしたいけど、なんか怪しい位置があるから、ここ入れちゃおう。うん、これでいいんじゃないのかな、多分だけどね。マデッキのマークてか、魔のマークがついてるところに置かれたくない。はてな。でも、これちょっと、あなたとね、どこまでも、うん、どこまでも一緒に行ってほしいでも早く使いたい。どうしよう、回復しながら行きましょう。神のささやきでソニックウェーブ3体入って追撃して、痛い、そういうことか。でも回復とりあえず入れたから大丈夫。なんかさっきまでの HP の差がなくなってきてるのが悲しいよ。どうしよう、うわー、そこかー、外側取られるのもきついよね。取っていきたいな、いっぱい取れるところが本当はいいんだけど、どうしよう、黄色のマスの中でどこかに、この辺、よし、とりあえず斜めにやったら取られちゃうけど、どこに置いてくるかな。HP はね、これで回復もしたから、とりあえず一安心、とりあえず一安心だよね。困ったな、回復しながらさガーンだよこれ大体速取られると思ってなかったもん。どうしよう、いやー、ここかな、つながる。1376。どうした、
今さら臆したか。いやー、臆してるの結構前からなんだけどね大丈夫だと思いたいよ。たくさん返せるところに置きたいけど、つなげたいんだよね。また出してほしい。痛い。どうしよっか。次、悩みますね。いやー、どっちも変わんないな。回復しよう。つなげて1061入れつつ回復量が多い。2160回復。これで安心。これで何かあってもちょっと安心どうしよう。あ、カモカモ見なかったかど。しかもまずい、2000とか入るの。3000近いじゃん。これあれでしょ、ガーンどうしよう。2箇所置けるね。間行けばダメージは入っちゃうけど取られないから、ここにした。回復置けばよかったかもしんないね。みんなだったら回復なったのかな。どうしよう。ずっとなんかどうしようしか言ってない気がするけど、最近やっと勝てるようになってきたからいけると思うんだけどね。いっぱいになってるよ、黒ばっかり。へえ、まずい、吸収された。どうしよう。回復置きに行こう。マークがあるところ置いて、代償100、100じゃないや、1000入るけど回復が103入るから、これでもう逆転されてたよ、知らないうちにHP 逆転されてたの。直したじゃないや、フフフフ、回復したぜ恐怖に飲み込まれるがいい。痛い。そんなにごまそう。どうしようか。これ置くしかないかな。上の置かなくてもいいところに。はい、どうだ。57残ってる。だっていけたって思ったのに57。私3200しかないよ。強いな。今自爆した。やった。まだ足りぬ。俺の命にまではその刃は届かんぞ。やった、勝った。でも今これ代償にならなかったらかなり怪しかったと思います。でも勝てた、勝ちは勝ち。イエイ、なんかほんと久しぶりに勝てた気がするこの調子でね、勝ったしいいの出ると思うんだ。ガチャ行こうと思います。星のかけらも溜まっているので10プラス1回の11連いっちゃいます。希望の歌を今やってるんですけど、 S1 体しかいないから S 出てほしいよね。まあ、できれば S、 もっと横を言えば S プラスS プラス神デッキだから神でお願いします。行ってみたいと思います。デッキで使える子欲しいな。来るかな、この辺りからお願いします。さて色は金銀。超レア A、 初めてゲットする子もなんか多いね。よかった。あれ、 A プラスで出ました。やった、超レア A。 なんか今 A プラスがいた気がする。お、3体 A プラスで同じ子出ました。残念ながらね、 S はいなかったんだけどね。はい、ということでシーラーザード A プラススキルとコンボスキルがマックスの状態で3体ゲットしました。やったまたデッキに加えられるように調整したいと思います。はい、ということで逆転オセロニア初心者応援キャンペーンもやっていて、初めてオセロニアを遊ぶ人にはログインボーナスとキャンペーンで最大250個星のかけらがもらえちゃうんですよね。ガチャで言うと11連が5回分かなになると思います。今遊んでる方や久しぶりにオセロニアを遊ぶ方向けにも
星のかけらがもらえるキャンペーンも実施中です。まだオセロニア遊んだことがない方、概要欄に URL ありますので、そちらからダウンロードしてぜひ遊んでみてください。オセロのベースのゲームなので、本当に簡単に楽しく遊べちゃいます。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!